岡村雅宏は、視覚障害の陸上競技、マラソン選手。静岡県尾前崎市出身、ランウェブ所属、IPC 陸上競技クラス T12、身長1 7 5トル体重5 4ラム2016年、リオパラリンピックのマラソンで、銅メダルを獲得。2012年、ロンドンパラリンピックマラソン4位。2011年、 IPC 陸上競技世界選手権大会マラソン銅メダル等で活躍。クラス T13 及び T12 の1万メートルマラソンの日本記録を樹立した。2008年北京パラリンピックのマラソンには選手の伴走をするガイドランナーとして出場した。1970年4月13日、静岡県小笠郡浜岡町に生まれる。小学校の頃から目が悪く。 視野も狭いために球技ができず、できるスポーツを探して、中学校1年生から陸上競技を始めた。掛川西高等学校を経て、愛知大学経済学部に入学、23歳から本格的にマラソンを始めた。大学卒業後、静岡地方裁判所などで勤務する傍ら、全国各地のフルマラソンに出場。1998年、 福岡国際マラソン大会で自己最高の2時間20分40秒を記録した。裁判所書機関として約10年間勤務したが症状の進行により33歳で退職。2005年、新灸マッサージ師を目指し、浜松盲学校で勉強を始めた。2006年、浜松盲学校の卒業生で視覚障害マラソン選手の2位の精進と出会い、2008年、 ニーノが出場した北京パラリンピックでは岡村がガイドランナーを務めマラソンの後半を伴走19位で完走した。この経験がロンドンでは自分が選手として解決意させた。筑波大学理療科教員養成施設で学び免許を取得後、2010年千葉盲学校の理療科教員になった。2011年ニュージーランドで開催された。 IBC 陸上競技世界選手権大会のマラソンで同メダルを獲得。しかし2012年のロンドンパラリンピックのマラソンでは4位と惜しくもメダルを逃した。直後は引退を迷っていたという。2016年2月、別府を置いた毎日、マラソン大会の視覚障害者の部で優勝しに大会、連続のパラリンピック出場権を得、9月、リオパラリンピックのマラソンで、 銅メダルを獲得した。スタミナの消耗を極力減らすため、走るフォームは、競歩の選手のように腰を落とし、頭をあまり上下させずに走る。年齢を重ねるにつれて、自然とこの走り方になったという。網膜色素変性症による視野強作で、暗い場所ではほとんど見えない状態で、昼間でも視野が5度しかなく目の前の風景は長いつつの、 中から覗き見るような感覚だという。フルタイムで働いているため、勤務先の千葉盲学校の校庭などで、早朝や夜の数十分と休日を利用し、練習を重ね、多い時は1ヶ月に8 7 0トルの練習量で総力を維持してきた。新灸士の資格を持ち、練習後は、針治療などで自分の体をケアしている。トラック競技マラソン10マイル。 岡村の力を最も近くで体感した2位の精進は岡村との練習で自己ベストを5分以上縮めて2008年の北京パラリンピック出場を決めマラソンのノウハウを教えてもらった幸運な出会いだったと述べている2016年リオパラリンピックで銅メダルを獲得したことにより文部科学大臣からパラリンピック優秀者検証が送られたまた 岡村正宏選手に対する継続的な支援を受賞理由に所属クラブのランウェブが文部科学省よりスポーツ功労団体として表彰された。出身地のお前崎市からは同じくお前崎市出身でリオオリンピックの400メートルリレーで銀メダルを獲得した飯塚翔太と共に同志初となる市民栄誉賞が贈られた。また2017年 お前崎ライオンズクラブが国際協会の100周年を記念した石文みをしに贈呈し、岡村の継続は力なり、飯塚のなったら走るの言葉を刻み視聴者の玄関脇に設置。除幕式には岡村も出席した。ありがとうございます。